ビールガンジは、ネパール南東部の第二州の最大都市、準大都市自治体で、パルサ軍の軍と、2015年の人口は20万7980人。いわゆるマデス地方に属す、ビルガンジとも呼ばれている。南ネパールの国境の町で、首都カトマンズから西へ 190km 離れている。インドビハール州との国境から北に 2km の距離である。 ネパールからパトナ、コルカタへの入り口である一方、インド側からはネパールの玄関として知られている。インドからネパールに入ってくる物資の大きな部分がラクソールからビールガンジ経由なので、この街はネパールにとって重要な経済的意味を持っている。オージュプリー語、ネパール語、マイティリ語、ネワール語、マルワリ語、ヒンディ語などが話されている。ビールガンジは、 ネパールの主要なビジネスの中心で、特に対インド貿易の中心である。2006年5月18日、ネパール議会は、ヒンドゥー教の国境を廃止し、世俗国家になったと宣言したが、このことは、ネパール中のヒンドゥー教原理主義者の騒乱を引き起こした。この時、ビールガンジはこの騒乱で2日間閉鎖を余儀なくされた。ネパール、エスヒンドーマジョリティーズ・ディムーン・シング。 ザリーセントムーブツーエンドネパール S ロンタイムステータスアズザワールズオンリーヒンドステートザクリスチャンサイエンスモニターありがとうございます